独占のブコース。さて今回はビスキーで福と得するフレーズ例というのをお送りしたいと思います。サックスのミキです。今回はですね、前回出したビスキーで得する人損する人という動画がありましたけれども、そちらのコメント欄に来た質問にお答えしたいと思います。この C のフラットというのは、こちらですね、ビスキーね、このちっちゃいキービスキーを使う吹き方と、普通のラープラスこの一番、サイドのね、縦三つの一番下のサイドビフラットキー、これを使う2パターンがあるんですけど、まあ実はもう2パターンあって合計4つあるんですね。 C のフラットの指使いは実は4つありまして、でその中で音程も音抜けもいいのがビスとサイドビフラットで、他の2つは全然ダメなやつと、一瞬使うぐらいやったら OK かなみたいなやつと、あるんですけれども、その中の2種類をですね、ビスキーとサイドビフラットキーを使い分けた方が何かと便利ですよということで発信しているんですけれども、まあ中にはですね、まあこれはですね、もう教わる人次第なんですけれども、まあ全部サイド B フラットでね、このラープラスね、この横のサイド B フラットキーでですね、教わっちゃって、で他のそのビスキーとかそういうのはトリルキーという認識をしてるということを書いておられました。それを見て、まあ僕自身はですね、すごくびっくりしまして、僕はですね、使い分けるのが当たり前というところで育ってきたんですけど、まあ、違う見方の人がいて、であと過去の生徒さんでもですね、いろんな人に習ってたんかはちょっと分かんないんですけど、その方もですね、全部サイド B フラットで行こうとしてる人がいました。で、あと結構もうベテランのすごい上手な方も、全部サイド B フラットで吹いている人も実際生徒さんでいます。まあ、正直ですね、そのサイド B フラットで全部吹きこなせるんだったら、別にそれでいいと思います。もうここはですね、もうその人それぞれですし、それを否定するためにですね、僕はこの動画を作ってるんじゃなくて、あくまでもこれから C のフラットをね覚えてとか、例えば曲で C フラットの指が出てきて、まあネットでちょっと見たけど実際の使い方ってどうなんだろうということで YouTube で調べた場合にですね、まあ僕の動画がポンと出てきて、そこでですね、あ、こうやって使うんだっていう認識を持ってもらえると、その遠回りしなくても済みますよということを僕は伝えたいと思ってます。だからこの吹き方っていうのは、まあ最終でですね、サックスはちゃんと音が出て、でどんなフレーズでも吹けてですね、それで自分が快適に吹けてるんだと、別にそれでいいんですよ。で実際僕もですね、僕流の部分はありますし、まあ他の人と違う主張をしてるとこもたくさんあると思います。ただですね、それはですね、まあ僕はですね、一応これまでですね20年以上指導してきましてですね、指導人数も概要欄のプロフィールに300人ぐらいって書いてますけど、今はもう倍以上になってます。一番多い時で100人ぐらいですね、指導してたこともありますっていうところからですね、指導という面でいろんな経験してますし、あとはプロ仲間ですね、いろんなプレイヤー仲間もそれたくさんいますし、それもですね、関西だけじゃなくて、僕20代の時は東京でやってましたが、東京の著名なプレイヤーの方ももちろん一緒にやってましたし、その後ですね、ニューヨークに行って、さらにそこでいろんなプレイヤーとですね交流もありましたし、というところからですね、考えてこのやり方はおすすめですよということをお伝えしております。なので一意見とね思って取り入れていただける部分があれば取り入れてもらって、違う部分はもう自分はこれで慣れてるからそれでいく、もうそれでいいと思います。全然ね、まあ僕はですね、一生懸命なんか真面目に言ってるからそうしなければいけないというふうに、誤解させてる部分があったらそれはすいませんなんですけれども、僕の意図としては取り入れられる部分はですね、遠慮なく取り入れてもらって、この僕のチャンネルをですね好きにですね活用してもらったらという感じで、やっておりますので、その点はですね、まず理解していただきたいところになります。それでですね、こんな前置きねばかし話してるともうちょっと日が暮れてしまいますから、本題に入りますけれども、こちらですね、ビスキーで吹くとまあ楽に吹けますよというフレーズを2個書きました。1個目も2個目もですね、まあ素早く吹く指使いですね。1個目はシラソラ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  C で、まあ C が C フラットと、で2個目はシレシラ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  C で、まあ C フラットとですね。まあ早速ちょっと吹いてみたいと思いますけれども、1番の方ですね、ビスキーで吹くとこんな感じでね、今だから指がシラソラ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 シーって吹いてあるわけですね。でこれをサイド B フラットやるとシラソラ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 シーみたいな感じになりますね。
で、正直この1番は、どっちで吹いてもそんな変わらないと思います。ただ、ビスを使うと、普通の C ナチュラルの、シラソラシラソラみたいな感じね。一番最初に覚える簡単な指使いとほぼ一緒で、人差し指の位置がまとめて押さえる方にね、ずらすだけで同じように吹けるのはすごく僕は便利だと思ってます。で、実際こっちの方が指が強いですよね。その、こっちのね、サイドで慣れてる人はもうそっちで無理してね、こっち変える必要もないですからね。その辺はもう重々、ご承知ください。で、2番の方ですね。2番はですね、これもちょっと早速吹きますけど、まずビスの方で行くと、Cフラットレーシーラー、Cフラットレーシーラー、Cね、こういう感じで、これが仮に普通の Cのナチュラルみたいな感じで吹くと、まあこれとほぼ同じような音色でね、吹けますから、まあ便利ですよってことですね。ビスを使った方が便利ですよってことです。サイドで吹くと、こんな感じで、僕の場合はもう使い分けが癖だから、その、シレシラって吹くときはもう自動的にもう頭がビスの方になるんですけど、だからですね、吹くとですね、ちょっと下手くそになっちゃいます。ちゃんと、吹くのがですね、僕の場合難しいなって思います。まあその原因は、両手がこう連動するからですね。まあぜひに吹いて もらいたいんですけど、Cフラットからレに行くときにね、ここ押さえてるの話して、なおかつ、たくさん他の指を押さえるわけですよ。こうやって結構僕複雑だと思うんですよ。で、その指しかなかったら、それで慣れるしかないんですけど、他に選択肢があって、このビスキーというね、すごい便利なもので、普通のシレシレみたいに吹けるんだったら、そっちの方が楽じゃないかなという意見を僕は持ってます。で、あとはもう何回も言いますけど、星印のとこですけど、サイド B フラットで慣れてて、ね、全部吹きこなせると。でもそれでもうずーっと長いこと吹いてるんだったら、それ無理に変えなくていいです。で、そういう方は実際僕の生徒さんにもいます。さっきも言いましたけどね。で、そういう方に対してですね、ビス使った方がいいですよとは僕は言わないです。なんでかというと、ちゃんと吹けてるからです。で、吹けてるものをですね、変に壊すのは僕はあんましたくないので、育ってきた環境がね、違いますから、そういうことで、その方は、直さずにですね、そのまま吹いてもらってます。ただ、ビスって知ってますかっていうことは、その、軽く触れたりすることはあります。こっちで吹くと便利ですよ、みたいなぐらいで軽く触れて、まあ、あとは、大体そういう方はすごい上級者なので、あとはご自身で楽な方を選んでくださいねっていうふうにしております。という感じで、説明も多くなってしまいましたけれども、こういったですね、1番とか2番、特に、まあ、2番の方ですね、2番のようなフレーズの場合は、タイトルにあるようにビスキーで吹くと得しますよということになります。で、今後ですね、このような指使いがですね、まあ、皆さんいろんな曲を練習されてると思いますから、まあ、そういう時に似たようなフレーズが出てきたら、そのビスで行くか、サイド B フラットで行くか、検討されたらいいかなと思います。はい、ということで、サックスに関することであれば、何でもコメント欄の方に質問していただけたら、こういった動画とかテキストでお答えしていきますので、遠慮なく書いてください。あと動画内容と関係ない内容でも別に構いませんので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、それではこんな風に撮ってると、サックスディープステートからどんな妨害を受けるかもしれませんので、この辺で終わりたいと思います。最後に合言葉を打って終わりましょう。サックス洗脳、ブッ！